はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は桃太郎にゃんご一行4体を一気に召喚したいと思います。まず妖怪メダルバスターズ第1幕のキャンペーンメダル、桃太郎にゃん召喚。はい、桃太郎にゃんはタンク系ですね。すごい声高いよね。桃太郎にゃん勇ましい。続いて妖怪メダルバスターズ第2幕のキャンペーンメダル、キジニャン召喚。はい、キジの猫、キジニャン。キジニャン、キジニャン。モモタロニャン、モモタロニャン。続いてですね、妖怪メダルバスターズ第3幕のキャンペーンメダル、サルニャン召喚。はい、猿っぽい音声ですよね。独特。ラスト、こちらも妖怪メダルバスターズ第3幕のキャンペーンメダル、犬にゃん。なんか、サルニャンとちょっと音声似てたかも。これ高いんですよね。ということで、4体の役割がそれぞれ違うんですよね。キジニャンがヒーラーで、レンジャー、タンク、アタッカー。なんかバランスいいね。そういえば、桃太郎ニャンのプラモデルが10月頃に発売されるんかな。ぜひこの4体でアニメ出てきてほしいですよね。はい、ということで以上、今回は桃太郎ニャンご一行のメダルの紹介でした。